有馬マ手文化博物館は神戸市北区有馬マ温泉に所在する切手関係の専門博物館である。2005年5月6日、財団法人有種文化センターが運営する博物館として開館。同法人理事長で世界的な切手収集家の金井博之が館長を務めた。 博物館の敷地はもともと家内が有馬温泉に所有していた土地で有種文化センターに寄贈されたものである。運営団体は2007年8月に財団法人有種文化センターから財団法人切手文化博物館に名称変更した。収蔵品総数は約50万点。約4000点が常設展示されている。 1871年に発行された日本最初の切手、辰文フミ切手、1894年に発行された日本最初の記念切手など、明治時代から現代に至るまでの134年に発行された普通切手、記念切手を発行年代順、系統的に網羅している。このほか、世界最初の切手であるイギリスのペニーブラックなども随時展示されている。 また館内には明治時代に郵便配達府が実際に使っていた型掛け箱や郵便局で用いられた八角時計など郵便事業に用いられていた様々な貴重な資料があり建物入り口には二つの丸型ポストが設置されている建物は岩手県盛岡市で馬事文化博物館聖徳館として使用されていた江戸時代の土蔵を移築したものであるもとは 森岡で古服、古着などを扱う合唱、糸地中村家にあった二棟の土蔵である。建設されたのは文久元年頃で、一部には300年前のものとされる古材も用いられている。この土蔵は中村家の別邸に移築され、中村家の当主中村73が集めた馬事資料を展示していた。なお、聖徳館所蔵品は青森県東和田市に移管され、 と和田市は自公園内の馬の文化資料館聖徳館で展示されている。有馬温泉への移築の際、切手図案の瓦を埋め込んだ生戸壁を廃するなどの改修を行っている。正面に掲げられたマークは1887年まで用いられた郵便マークである。出展。ありがとうございます。